旧型車両キロリットルモノレールは、マレーシアのクアラルンプール市、キロリットルセントラル駅から、キティワンサ駅を結ぶ、アルベーグ式モノレールである。11駅8.6キロメートルの路線で、最高速度時速80キロメートルで、全区間を19分で結んでいる。運賃は、距離制で、RM1.20 から2.50。全駅で、自動改札が設置されている。当初は、 日立製作所のモノレールシステムの導入が決定し、建設が始められたが、1997年に起こったアジア通貨危機の影響で、マレーシアの通貨が暴落したため、外国企業への支払いは困難となった。このため、同年12月に工事を中断して、国内企業で車両の製造や建設を行う、方式に切り替えた。1998年に工事を再開し、 総工費11億8000万リンギットで2003年8月31日に開業した。しかしキロリットルモノレール開業以降、経営に当たっていたキロリットルインフラストラクチャグループは、多額の減価償却費や利子支払いによる損失を被り、会計年度の2004年4月30日には1,508万リンギットの収益に対して4,624万。 リンギットの純損失を計上したと発表。このため政府系金融機関に借り入れを申し入れた。2007年4月に政府との話し合いが持たれ、2007年11月にマレーシア政府100%出資のナショナルインフラストラクチャーカンパニーに売却した。同時にラピドキロリットルが運営を開始した。当初は2両1組の車両が使用された。2014年以降、 新型車両への置き換えを進めている。輸送力増強のため、新型車両は4両1組で製造されている。車両はすべてスコミレール製である。ありがとうございます。